1一テーマ「影と火」A「宇宙の原理」「影と火」宇宙果てしなく無限に広がる壮大なドラマ一説によるとその宇宙にも始まりがあってすべてはその瞬間が源になるのだそうですおよそ130億年前とてつもない大きなエネルギー体の爆発通称ビッグバンと言われる出来事が起きて 今もなお広がり続けていいると言います銀河系全体ももちろん我々の住む地球も秒速 300km もの速さで移動しているというから驚きです。しかしその星の集団銀河系やアンドロメダ大西雲にも始まりと終わりがあっていつかは宇宙の木図となってしまうのだそうです。それは ビッグバンに似た爆発的拡大を起源にやがてブラックホール的な時間も空間もすべてを飲み込んでしまう収縮に至る運命をたどるといいます広がりがあれば反動的に収縮が起こる潮の満ち引き波の寄せては引き返す繰り返しも月と地球のリズム宇宙の原理によるものです潮が満ちてばかりだと大洪水ですね 地球上での出来事すべては自然の大法則に委ねられています地球に住む生物の生態系も弱肉強食に例えられるように海に生える猛プランクトンが食べプランクトンは魚の餌になりまたその肉を大きな魚や人間が食べるという循環が一定の厳しい法則の中で保たれ命の受け渡し 生命のの継続を図っているのです我々地球に生きる全ての生物を分け隔てなく平等に生かそうとする力それは大自然という神のなせる業に他ならないのではないでしょうか弱い影ものと強い火のものが個々の役割を担いながら共生する地球冷たい雨影が大地火を肥やしやがてその水も大河を作り海へ注ぐ また、その水はいつしか蒸発して雲になり、雨を降らせるもとになる。水が軽く、影なったり、重く、ひなったりして循環する間が、我々の命が活躍するステージになっているのです。宇宙の塵が集まって、エネルギーの塊となり、新しい惑星群を形成して、一つの星団となる。その星たちもいつかは枯れ、果て吸い寄せられて、 最終的には宇宙の塵と化していく宇宙の姿も生き物の命の連鎖や水の循環と全く同じですもっと身近なことから交差してみます物質は全て原子とその周りをぐるぐる回っている電子によって構成されますその姿を野球場に例えるとピッチャーのマウンドにサッカーボールを置いたぐらいに当たるのが原子で ガイやフェンス近くをパチンコの玉ぐらいのものが休みなく動いているのが電子の姿だと言います重い鉄や石ころも実は中身はスカスカ空間ばかりのものでしかないということになりますもし人間一人 60kg をその空間がなしになったら人んよりも小さいまるで塵のようなものになる感情ですそんなちっぽけな命 儚い命ではあるものの現実に今ここに私たちは生きていますいや生かされていると言った方が正確かもしれませんすべては宇宙の原理である影と日の力言い換えればプラスとマイナスの作用によって平衡が保たれ形成をされているということに目を向けてほしいのです